ノゴメトのドルシトボムラレ霊ゴは、スロベニアの最北東端に位置する、プレクムリエ地方にある、ムルスカ、ソボタを本拠地としていた、サッカークラブである。2005年6月16日に創設された。3782人収容のファザネリアシティ、スタジアムを、ホームスタジアムとしていた。2012から13シーズンのスロベニアプルバリーが、終了後の2013年夏。 破産宣告され、解散した。2005年6月16日に創設。NK 村の解散後に結成された。しかし、スロベニアサッカー協会と 1SNL 協会によって、NK 村の後継クラブと認められず、別々のクラブとして扱われている。2010から11シーズンのスロベニアセカンドリーグで4位に、終わったが、1位のアルミニー、2位のインテルブロック、3位の ドラビニャが財政上の理由でスロベニアプルバリーガへの昇格を拒否したため、繰り上げで昇格が決まった。2011から12シーズンのスロベニアプルバリーガは3位で、終え、UEFA ヨーロッパリーグ出場権を獲得したが、2012から13シーズンのスロベニアプルバリーが終了後、財政難を理由に解散を表明した。2013から14シーズンからは、 N 村という名称の新クラブとなった。1983年に建設されたファザネリアシティスタジアムをホームスタジアムとしていた。収容人数は3782人、立ち見を含めると5500人。かつてはサッカースロベニア代表が親善試合の会場として2度使用したが、現在は U-17 サッカースロベニア代表。 U-19 サッカースロベニア代表チームがホームスタジアムの一つとして使用している。ナシ UEFA はアルセナルキエフが第一戦で出場停止のエリク・マックを出場させたため没収試合とし村例後の3から0の勝利とした。なお没収試合となる前は0から3で終了した。ありがとうございます。